将軍様のお話です。耳をほじくりよく聞け。健康保険証廃止が2024年の秋と聞いております。納期であります。この納期に間に合うようにぜひとも仕上げていただきたい。私たち民間はこの納期って大変重要でございます。納期を必ず守ってやり上げている、これが日本の、大変重要な文化でありますから、ぜひとも、この保険証を廃止する、これを実現するようにこの納期に向けてしっかりとやっていただきたい、このように思います。市民の皆さん、我々には抵抗の文化があるんだということを大切にしましょう。こういう時はいつでも抵抗のジーヤを呼ぶんです。抵抗のジーヤー。ジーヤー。抵抗のジーヤー。呼びましたか？はい、悪い将軍と、それに第一と第二と第三の自民党が市民を、民をいじめています。わかりました。悪い将軍はどこのオルガルヒですか？サントリーですね。ジーヤはサントリー不買の先頭を務めます。